こんにちは、あなたの理想不動産です。本日訪れたのは、学芸大学駅は、東急東横線の停車駅で、渋谷まで乗り換えなしで約7分、東京メトロ、副都心線への直通電車に乗れば、池袋も乗り換えなしで約20分で行けちゃいます。港未来や元町、中華街にも、1本で行けるので、休日のお出かけにも便利ですよね。学芸大学駅は、駅の出口が東西に分かれていますが、どちらに出ても駅前が商店街。日常生活で困ることは、ほぼありません。駅前に美味しそうな、コッペパン専門店を発見。コッペパンって、給食でよく出てきましたよね。当時は揚げパンが大人気でしたが、個人的には、コッペパンが一番美味しかったなぁ。東口商店街よりも西口商店街の方がチェーン店が多い印象。外食派の方は西口商店街のお世話になることでしょう。意外ですがスタバもあります。やはりおしゃれな街には出店しているのか。抜かりないなスターバックス。蕎麦とせんべいという完全縄の店に挟まれたケバブ屋もあります。頑張れケバブ。負けるな和食。資料によると今回のテーマは、格安ペントハウス。ペントハウスって、あの、マンションの最上階にある、高級物件のことですよね。それの格安版があるとは、激安高級中古車のような、おかしみがあります。これは期待せずにはいられない。と言ってる間に目的地に着きました。こちらが学芸大学駅、徒歩3分の、格安ペントハウスです。この建物の最上階に、ペントハウスがあるわけですね。それにしても、道路に面した壁に窓が一切ないのは、一体どういうことでしょうか。この建物の屋上に、どんなお部屋があるというのか、全く想像がつきませんね。いきなりの階段。圧倒的階段。今回は屋上ということで、こちらの階段を全部登り切ります。どやー。そして訪問するのがこちらのお部屋。カラシ色のドアって珍しいですね。それではいよいよ行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。玄関の左手には、5段の可変式シューズラックがあり、その上は棚としても利用可能。そして玄関を上がると、いきなり14畳のメインルームです。これは広い。格安というから、てっきり狭めの部屋かと思いきや、なんとも贅沢な広さがあります。こうしてお部屋を見渡すと、ワンルームにキッチン、水回りという、極めてシンプルな作りであることが、よくわかりますね。コンセントは3箇所と、LANケーブル用が1つ。下向きの窓の隣には、防水ファンが設置されていました。洗濯機置き場ですね。ちなみにコインランドリーも、徒歩3分の1にあるので、この物件なら洗濯で困ることはなさそうです。防水ファンの上にはエアコンがありました。洗濯機置き場の隣が、キッチン。ザ、単身者用キッチンといった感じですね。一口の IH コンロに、その隣がもうシンク。作業スペースはほとんどないので、料理をするときは、シンクの上にまな板を置く感じ。最近は作業スペースのないお部屋向けに、スライド式シンク調理台や、まな板受けが販売されているので、そちらを使うと良さそうですね。シンクの上はガラス戸付きの、2段棚と水切り棚があります。もしかしたらこのガラス戸は、外しちゃった方が便利かもしれません。下の収納はこのようになっています。右側は完全に収納ですが、おそらく左側は、奥にコンセントがあることから、冷蔵庫置き場でしょうか。通常、冷蔵庫置き場にしそうな場所が、洗濯機置き場になっていることからも、この推測で間違っていないでしょう。とはいえ一人用サイズでもいいから、冷蔵、冷凍のできる、ちゃんとした冷蔵庫を置きたいですよね。そんな時は、洗濯機置き場の右隣に、冷蔵庫を置くといいんじゃないでしょうか。
多少窓とかぶってはしまいますが、そこまで気にはならないでしょう。そしてキッチンの左隣には、何やら埋め込み式の大きなキャビネットが、扉を開けると、奥行きのある5段収納になっていて、下段は高さもありますね。キッチンの横にありますが、食器棚というよりも、日用品のストックなどを入れる物置の方が、役割としては近そうです。おまけに5段収納の上に、さらにもう一つ見開きの収納があるので、計6段使えちゃいます。こちらの壁には給湯器リモコン。そしてこのドアを開けると、トイレ、洗面台、浴槽の3点ユニットバス。天井にはカーテンレールがありますね。洗面台の上には小さな鏡が取り付けられていて、浴槽はコンパクト。ユニットバスということで、収納はほぼない状態ですから、水回り用の収納は、ご自身で用意していただく必要があります。では、ここでちょっと、お部屋のレイアウトを考えてみましょうか。個人的に、目の前の、3面窓に沿う形でベッドを置きたいですね。こちらの窓は東向きですので、朝日がたくさん入ってきます。おかげでいい目覚めができそうですよね。テレビコンセントが窓際にあることから、テレビはちょうど、こちらのコーナーに置くことになります。そのため、ソファやテーブルは、テレビと玄関の間に置くことになり、この辺り一帯がくつろぎ、スペースとなります。そして部屋の中心部あたりに、ダイニングテーブルとチェアを置くと、それなりにいい感じの、レイアウトになりそうです。棚などの収納は玄関からテレビにかけての壁に一列に並べましょうかね。ああ、そういえばこのお部屋にはクローゼットがないのでワードローブが必要でした。あれ？ワードローブどこに置けばいいんだろう。これもくつろぎスペース沿いの壁でしょうか。それとも北向きの窓沿い、冷蔵庫の隣がいいでしょうか。できれば窓の前は物で塞ぎたくないのですが、ここは皆さんのご意見も、ぜひ聞いてみたいですね。私ならこんな間取りにするぜ、というご意見ございましたら、コメントでください。では最後に、ペントハウスの醍醐味である、バルコニーに出てみましょう。お引越しはあなたの理想不動産で。バルコニーから見た景色はこの通り、こちらの東向きの窓の周りには、背の高い建物がないので、見晴らしは良好ですね。パネルに物干し竿受けを発見。天気のいい日はここで干しましょう。バルコニーも、お部屋に負けないぐらい広いですね。ただ、ご覧の通り、北向きなので、日中でもがっつり日陰。ただ、北向きには、夏の暑い日でも涼しいというメリットがありますので、夏は快適に過ごせそう。このバルコニーは主に、夏に活躍することになりそうです。今のままだと、床がコンクリートで味気ないので、私ならウッドタイルを敷き詰めて、庭感を強めます。その上にちょっとしたテーブルと、ロッキングチェアやビーチチェアなんかを置いて、休日にのんびりとバルコニーで朝食、なんて楽しそうです。また、最近は、バルコニーでも設置できる、ポップアップ式やワンタッチ式の、テントも増えてきたので、そちらを設置して、アウトドア気分を堪能するのも悪くありません。近年はコロナのせいもあって、空前のアウトドアブームですから、家にいながらにして、アウトドアっぽいことを楽しめる、バルコニーの広い家の需要は、結構ありそうな気がします。学芸大学駅徒歩3分の、格安ペントハウス。この部屋に住んでみてはいかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。これからも手が届きやすい格安ペントハウスを次々に紹介していきますので、チャンネルを応援してもいいよという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、
物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄から、あなたの理想不動産、公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた、次回のルームツアー動画でお会いしましょう。